それでは、いよいよ N 字行列式の定義をしていきましょう。前回3字行列式の定義をし、まあ、式で定義をしました。そうすると、列ベクトルの関数として、多重線形成、交代性、対価性という性質を持ち、単位行列における値が1であるという性質で完全に決定するということを言いました。ちょっと話が難しかったですけども、2字の場合のことをもう一度思い出してみてください。 はい。で、2次の場合、3次の場合、いずれもですね、えー、ここに書いてあるようなあ、4つの性質ですね、を満たしていると、まあ、何かその、与えられた、AD-BC とかサラスの筆耗式で与えられる式が得られたということなので、N 次行列式もですね、同じようにですね、じゃあ、こういうふうに定義してみようというわけですね。はい。ということで、N 次行列式の定義ですけれども、はい。一応仮定として、まあ、同じ前提で、こういう、MNK とこういうと。 で、以下の条件を、以下の条件を満たす写像 t。これを行列式と言いますと。写像のことをも、まあ、関数ですね。関数のことをもう行列式と言っちゃってますけども、この関数の行列 a イコール aij における値を、その行列 a の行列式と言っても、もちろん同じことですね。はい。あの関数 y イコール、えー、fx イコール x 次乗というのと、えー、f に対して、x に対して x 次乗を対応させる 関数を二次関数というのと、まあ、一緒ですね。ということで、えー、まず一番目、多重線形性ですね。はい。多重線形性、ちょっと難しいかもしれませんけれども、各列に注目すると、えー、線形性があるということですね。これ、あの、最後の方で、一番最後のところで、4因子展開というのが出てきますけれども、そのところで、えー、各列ベクトルに関して、あるいは各行ベクトルに関して、えー、定数項の一意識に変えたときの、実際のその係数を具体的に、 え、ま、実数の低い行列式で書くという話は出てきます。まあ、そこで、より具体的に、あの、一番の性質は形を持ってくるわけですけども、まあ、ここではですね、とりあえずこういう性質を満たすということで、え、定義しておきます。それからもう一つは、対価性ですね。はい。まあ、以前は交代性が先だったかもしれませんが、対価性ということで、もしも A の列ベクトルの中に、例えば、 えー、十字行列式で、えー、4番目と7番目に同じベクトルを発見した。あゼロだす。ということですね。はい。で、あるいはですね、えー、これちょっと基本ベクトル、久しぶりに基本ベクトルでできますね。えーあ、ごめんなさい。基本行列でできますね。基本行列 RNIJ。これは I 列、右からかけてみますから、I 列目と J 列目を入れ替えるということですけれども、要するに、列を入れ替えると、行列式の値がマイナスになる。交代性を持つということですね。 で最後に単位行列における値が1であると。まあ、このような3つの性質です。4つの性質ですね。一番下にここに書きましたけども、1の過程で、つまり体重線形性の下で 2A と 2B の同値は同値であるということですね。なので、実は 2A、2B とこう書いているのが、実はこの、まあ一つでよろしいということですね。まあ一番簡単なのは、交代性からじゃなくて対価性の方かな。 対価性を言っておけば、交代性の方は、まあ、あの、線形性を使うと出てくるということですねで。で、実際ですね、あの、こういう、まあ、一、もう簡単なの一列目と二列目をこう一、あのや、やっておきますけれども、一列目と二列目のところでこういう A1 たす A2、A1 たす A2 とこうやっておきます。と、これ、あの、こう、もうすでにこれで、あの、対価性を使うとですね、ゼロになるんですね。なんだけども、これを線形性でばらしてやります。後ろはもうな、もう一緒です。ずっと一緒です。まあ、省略してますけど、一緒です。 で、えっと、A1 たせ a に、A1 たせ a, a, a ですけども、まずこっち1列目に注目して線形性でばらすと、A1、A1 たせいに、A2、A1 たせいに。で、それぞれについて、この2列目に関する線形性でばらすと、結局こういう4つの項が出てくることがわかりますね。で、この、A1、A2 っていうのがあると、A2、A2 が出てきます。で、これはもちろん耐火性0ですから、消えるわけですね。消えるわけです。はい。 ということで、この部分が消えるので、ここの部分ですね、ここの部分、この A1 と A2、A2 と A1 ですから、これ入れ替えたものになっています。これが足してですね、0になるということなので、ということは入れ替えると符号が変わるということが出てきますと。はい。逆に入れ替えて0っていうことあ入れ替えてマイナスなっていうことを使うとですね、A1、A2 と1列目と2列目の同じ関数、同じやつをですね、 入れ替えると符号が変わるんですね。符号が変わるんだけど、こことここは一緒ですから、まあ、x イコールマイナス x という式を満たしているということですから、こいつは、まあ、移行して2倍のこれが0と言ってるんですけど、従って0と。まあ、2は0でないと。いうことで、えー、あれば、まあ、もちろん、一般にはそうなんですけども、えー、まあ、2が0の世界も一応あるので、えー、まあ,あ、ここ一応断っとかないとね。あの、 うるさく言う人もいるので、ここはあの2のと0としておきますけども、まあ、えっと。ということで、まあ、あの、一応 2a があれば、2b から 2a も、まあ、一般には言えると。2a から 2b も言える。ということで、同値である。ということなので、まあ、どっちか一方言っとけばいいんですけども、まあ、どっちも使うことなので、一応まあ、両方書いている。ということですね。はい。ということで、まあ、こういう性質を満たすものを、行列式と定義しました。 はい。まあ、具体的な形はですね、次回また改めてやることにしまして、N 字行列式の定義を使ってですね、まあ、簡単な行列式の計算をやってみようと。まあ、3時までもすでにやりましたので、サラスの公式とかが存在しない4時以上ですね。4時以上の場合にやってみましょう。 はい。行列式の定義に基づいて、次の各行,列に各行列に対する4次行列式 D の値を答えなさいと。えー、こういう行列式が、まあ、実は存在するかどうかということを本当は議論しないといけないんですけども、えー、その議論のしないでまあ存在するとして、そういう関数があったとしたときに、その関数の値を計算しなさいという。こういうことですね。はい。それではですね、この問題をちょっと考えてみてください。 はい。それでは行きましょう。えー、っと、解説していきます。1番ですけども、1列目と2列目が一致していますね。はい。ということで、耐火性より0ですね。はい。いいですか ?2 番目いきます。1列目と2列目を入れ替えると、単位行列になります。から、交代性によって、これは、マイナス1ですと。こういうことですね。はい。3番目いきます。3番目は、この3が前に出て3倍の単位行列になりますから、 この値は3になります。はい、じゃあ4番ですね。4番どうでしょう。交代性を繰り返し用いてと書いてありますね。はい、えー、これ、e、1234、e e e、を並べ替えているわけですから、あ当然まあこれは、まあどこにもこあの、重複がありませんので0にはならないだろうと思うんですけれども、えー、これを入れ替えて、e、1234、e e e、にしてしまいます。まず最初これ何してますかね。1列目と2列目をこう入れ替えてますね。 そうすると、マイナスの1、1、3、2、4と。ここでまだ単位行列になってないので、ここの部分ですね。2列目と3列目入れ替えます。そうするとまたマイナスですから、マイナス1の2乗ですね。2乗で、こうなります。単位行列になりました。ということで、値は1ということですね。はい。では5番ですね。5番は2列目に関して、2列目とか輪になっていますので、えー、線形性を使ってやると、 e1, e1, e3,、e、e4 と e1, e2, e3, e4。この二つの和になります。で、対価性力を消えますと。消えますと。いうことで、ここだけ残って、ここはもちろん1なので、答えは1ということですね。はい。では最後ですね。これは、3倍すると、各列ベクトルですね。各列ベクトル、すべてが3倍されますから、各列の多重線形性を使うと、 まあ、多重線結を使うと、各列に関する線結を使うと、3倍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 。ということで、3の4乗倍の1ということで、81ということが出てきたんですね。